どうも、ガチャンこと加賀デキです。今日みんなとタッカーってことでですね、皆さん、本日はこちらどこに来てるかお分かりでしょうか。こちら実はモズ古市古墳群、なんと令和初の世界遺産に登録された古墳群の一つ、仁徳天皇陵古墳です。日本最大のデカさの古墳ですよ。もう周りもすごいもう盛り上がりですよね。これ皆さん見に来て、令和初ですから。そして僕はですね、こちら堺市 B サイド特派員として堺市 PR を任命されました。甘噛み危ない、セーフセーフですよ。もう古墳の前ではね、もう甘噛みぐらいもうちっぽけなこともう気にしないですから。なぜね、僕がこの古墳群の前に来て撮影をしているのかというとですね、堺市の PR、 もうこの古墳は外せないわけなんですよ。真正面から見たらこんな感じですけど、上空から見たらもうどでかいっすから。けど僕の夢もね、でかいんですよ。なので今回この堺市で僕のね、そのでっかい夢の一つをね、ちょっと叶えていきたいなと思って、今日はいろいろね、堺のところを回って夢を叶えるために歩き回りましょう。マグロパークに来てます。なんとね、こちらでは毎日マグロの生解体ショーがやってるので、今日はちょっとね、その様子を撮影していきたいなと思います。じゃあ早速ね、解体ショーを見学しに行きます。はい、本日のマグロ、64.8 キロサイズの生の本マグロ、産地といたしましてね、長崎県の五島列島よりやってまいりました生の本マグロでございます。はい、まずね、大きな尻尾から取ってもらいます。はい、取れました。はい、次頭の方ですね。はい、取れました。すごいよこれ。こちらね、だんだんさばかれ出てますから。はい、ということでですね、こちら今マグロがさばかれた、そのままのやつを今から向こうのフードコートで食べれるということで、さあ早速食べに行きますよ。いただきます。ありがとうございます。行きましょう。解体してもらった本マグロを食べていきたいと思います。すごくないこれ。さらにですね、こちらフードコートの名物メガ盛りの海鮮丼もこちらいただきたいと思います。食べ盛りですから僕はいっぱい食べてきますよ。こちら僕はお肉より魚派なんでね、もういっぱいここで魚を食していきたいなと思います。熱い、いただきます。いや、これお前、弾力がすごいのに口の中ですぐ消えてきます。ペロッといっちゃうな、ペロッと。本マグロ尽くしいただきました。これどれから食べるよこれ。すごいよ。いただきます。アナゴもね、こうしっかり味付いてて、うまっ。ごちそうさまでした。はい、ということでこちら続いてはイオンモール堺北花店に来ています。このイオンモールもすごいでかい。このでかいものがね、たくさんある堺市で、僕も負けてないぐらいのでっかい夢をね、叶えていきたいと思います。じゃあ早速ね、移動していきましょう。よいしょ。はい、ということでこちら僕のね、夢を叶える協力してくださる店舗はこちら、ロールアイスクリームファクトリーさんです。なんと言おうともね、僕はもうアイス大好きで、もういつかね、アイスをプロデュースしたいと思ったんですよ。今日はこちらね、外資を PR するアイスを僕がプロデュースして作るということなんで、早速行ってみましょう。ちょっと堺にゆかりのあるちょっとメーカーを使って作っていきたいんですよ。先に作ってもらってもいいですか。それを見て僕も作って、でみんなハッピーね、はい、大丈夫ですか。はい、こんな感じでいくぜ。テイストを作りましょうか。こちらのハニワプリンを混ぜてもらいたいと思います。バニラとプリンは合うでしょうね。やったことないことですからね、成功するかまだ分かんないですもんね。早いですね、これ動きが。固まってってますね。おおおお、来た来た来た、来ました。これ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 、来た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 来ますやん。巻いてみますか。いや、巻いていいですか、はい、一回ちょっと練習で。
お姉さん握力80あります。ないです。どういうことですか。ここから収穫できます。はい。どうですか。おお、優しい。かなり僕のやつ太巻きになりましたね。ごめんなさい。出来上がりました。こっから僕が一から全部やってできるかってことですよね。僕はベースをね、抹茶にしていきたいと思います。堺市はね、千利休にゆかりがありますから、抹茶推しで、安納芋のトリュフの方ももう抹茶ということで、外側に流さないように、はい、なるほど、中心に、はい、もっと早くですか。はい、もっと早くに。あ、こいつらはこうやって、はい、はい、周りを集めて、予想以上に余裕ないです一箇所に固まるんで早く。あ、了解です。さあ、先ほどまで優しかった小さんがちょっとは怒ってますやばいやばいやばい。これは、どういうことですか。固まらないという、はい、すいません、僕の熱意が合図に伝わってます。溶けちゃってます。まあ、固まってはいますもんね。やりましょう。太いっすね。あれ、今日あれでしたっけ、板チョコ作る日でしたっけ、板チョコアイスでしたっけなんならこれすごないですか。こんなんなるんですか。まあ、先ほどの反省点を踏まえてやってみましょう。なんかスポーツやってるみたいですね。なんかこうみんなでアイコンタクト取って言うの。さっきより綺麗なんじゃないですか。じゃあね、ちょっとカラメルで描いていきましょう。これ皆さん見覚えあるんじゃないですか。これ古墳じゃないですか。日本最大級ね。よしよし。おお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 おいけましたね。堺は何でもでかいということで、ローライスを太巻きにしましたよ。これね、堺 PR アイスクリームできました。大体はまだ味ですからね、もしかしたらこの綺麗なやつを超えてるかもしれないがね。じゃあ一斉ので何食べるか決めましょうか。一斉のでちょっと自分たちが作ったからって愛ありすぎじゃんけんしますか。僕のアイスもどちらかに食べてもらいたいんで世界遺産おめでとう、古墳群アイスです。古墳祭り、いただきます。あの中に入れたトリュフすごいですか。すごい。え、うまいじゃないですか。僕が言うのもあれですけど、ちゃんとうまい。味ですか、皆さん。こちら、古墳餅もいただきたいと思います。これも酒井のメーカーですよ、メーカー。いただきましょう。ライトやらない、本当になんか新しい、ね。ごちそうさまでした。この堺市でね、もうそしてこのローライスクリームできたらよかったです。ありがとうございます。努力していただいた、だからホームページとか概要欄に載っけてますんで、よかったらチェックしてください。そしてね、僕もますますね、堺が好きになったので、もし今日の動画見てね、行ってみたいなと思ったらね、ぜひぜひ皆さん堺に来て楽しんでください。いや、今日はこのところでバイバイ。すごい、なんかアスリートがすごい最後のアイコンだった